魔王の嫁、その名はバリロッサ。レベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ。第8話の反応集&感想どうぞ。開幕へ。バリロッサタム。知らない主人公 TS アニメ始まったかと思ってワクワクしてたらこのアニメか。へえ、ござる。集中戦やめろ。バリロッサ挙式になっていてくさ。結婚アニメか。バリロッサ、結婚するのか。ジークジオン、ジークジオン。バリロッサ様万歳。バリロッサとボザルのカップリング完全成立。やった、バリロッサさんおめでとう。いやよいやよも好きのうちってやつでしょ。という夢を見たのさ。バリロッサかわいいよ、バリロッサ。定番夢落ちだけど意識しすぎやろ。ござるが魔王でなければワンチャンあるんじゃない。夜中に大声出す人とルームシェアはちょっと。あの魔王ならばバリロッサに嫁にならないかって本気で言いそうではある。今季最強オープニングきた。そしてみんな大好きリースオープニングである。くっそ胸にくるキュンキュンオープニング。やはり破壊力が高すぎる。俗にるオープニング聞くために1週間生きてる。リースはお耳ピコピコ、バリロッサは心臓バクバク。土曜日のレベル2チートラジオ出張版でクギュ話してたけど、オープニングは一発撮りだったとのこと。もはやこのオープニング主題歌とオープニング映像を世に解き放っただけでこの作品は勝ってるよな。気持ちを落ち着けるためにお菓子作り。おかしな転生よりお菓子作ってる。はクソデカため息。アクア並みにいい尻だな。バリロッサの尻ロッサがエロロッサ。リースさん、夢を恋と結びつける。事情を知らないフェンリースちゃんがグイグイ来る。フェンリースの方がでかい。何がとは言わないけど。みんな集まってきた。全員集合するのはラ。すごい勢いで外堀埋めてきた。バリロッサさん、面白い女だしな。当てつけてくるリースで草。バリロッサさん、もうござる魔王に嫁入りしなさいな。本当にバリロッサと魔王とくっついたら楽しい。いや素敵なのに。しれっと入ってくるほちゃ魔人。至高なるお方ほんとやめえや。当然のように魔人がここに馴染んでるの笑うわ。強さ至上主義はまさに弱いか。リースのが好きだらけになってきたと。めっちゃ出れるやん。なんか描写がエーチーのよ。フニャリースちゃんかわえ。この声聞いてると変な病気になりそう。はあ、リースかわいすぎか。フェンリースかわいすぎて息止めてたわ。生クリーム泡立てすぎると硬くなっちゃうよ。フリオもリースにぶちまけるものをぶちまけろ。フリオアラート、ジェイアラートより有能。町の治安がフリオ一人で守られている。おっと、新キャラ来たな。またエーチな美少女が増えるよ。やったね。名前が出たはずなのに誰も名前で呼んでくれない第一王女様。なるほど、初回とつながる手かがりが金貨なのか。これ金貨突き返されたようなものでは。あっさり感づかれた。不良、あれから見バレすんのか。森に追放されたあの人と同一人物説出てきちゃったよ。君のような勘のいいジジイは嫌いだよ。絶対就任しないよな。一回追放してますからね。第一王女、早く不良陣営入りしてくれよ。つまり第一王女が善な土下座を。謝罪程度で許されると思ってんのか。金髪勇者、脱獄しやがった。あいつしぶとすぎる。警備がざるすぎる。金髪の男って言い方笑う。なんで当然のように脱獄してるんだよ。脱獄アニメだったか。金髪勇者もまあかわいそうではある。この二人いいコンビになってきてくさ。実際犯罪者やろ。それって詰まるところパクったってことですよね。ちゃんと実用性のある魔法袋盗んでくるの偉いな。口調のせいで内容が入ってこない。クズ勇者、ちゃんとした日本語喋れ。ありがたくほってもらいたい。喋ってるだけで面白いのずるいにも程があるだろう。その魔法袋って魔物予備袋じゃ。永続水袋、かなり役立ちそうな代物だが。ドリルブルドーザースコップ来た。マイクラをやれと。スコップならゾンビと戦えると昔のアニメの人が言ってた。スコップすげー。スコップ無双が始まっちゃう。そのまま世界の果てまで掘ってまえ。
ちょっと深すぎますね。斜めに掘れば脱出できるかな。金髪勇者サイド、こっからどうすんだろう。かわいい。どこそのスポーツカーの AI と声似てるよね。猫ゆかりんは五臓六腑に染み渡るな。魔王の下腹部の赤い突起石が気になる。魔王様、すっかり旦那様を気に入ってますね。なんだか真剣な話をしているのにを、糸ハイレグでそれどころではない。魔王様しっかり分析してきてくさ。さすが魔王様、よく理解してらっしゃる。頭ポンして売りみなすキュン。なでなでしてくれる魔王様。やっぱり異常子じゃないか魔王様。あんたなんで魔王なんかやってるのかレベルなんですが。姫様拷問の魔王様みたいな優しさ持ってそう。また新キャラが出てる。魔王軍側にもエイチなメガネお姉さん来た。ざまされそうなメガネが出てきたぞ。なんだこのエイチな秘書。メガネお姉さんまで増えた。どこまで行くんだこのアニメ。魔王の弟、あまりにもノウキンすぎる。大輔さんこっちでも魔族やってんのか。みんな CV がチート級な安定のアニメ。悲鳴がノリノリすぎる。なんだこの部下。なんだこの存在が卑猥な姉ちゃんは。新井さんも出てくると平成アニメ感がさらに増すな。一言喋るたびにあいぐメガネで腹筋やばい。このアニメ変な女多くね。メガネさんをあいがせるために暴れてるよなこの人。なんかボロボロになってるけど。鼻血はちょっと癖が強いですね。もしかしてド M なんです。ド M 多いなこのアニメ。真の魔王だの真の仲間だの。一方ナチュラルにデートしているフリオトリース。お見せ手放しちゃうのか。戦争直接巻き込まれなくても被害は被る。仕入れが難しくなっちゃったのか。影響出てんな。店舗買い取りか。なるほど、この店譲ってもらうんやろ。出たな魔王の嫁バリロッサ。バリロッサさん、追いかけてきたのか。リースさん完全に涙目で草。食事邪魔されそうなリースの顔よ。しょんぼリースちゃんかわいい。二人きりのデートじゃなくなっちゃったね。バリロッサちゃん、空気読んだ。バリロッサタム、めちゃくちゃ萌えだ。出世払いを受けようとしたら魔人。至高なるお方呼びやめろっつってんだろ。魔王様来た。魔王来ちゃったよ。堂々と魔王が街に来るな。確かに強大な魔力を持ったものだけどさ。ござるさん、お久しぶりですね。魔王がホイホイ来るんじゃないよ。すごく自然に人間の街の店で人間の剣士の隣で食事する魔王の図。完全に引いている。ござるへの怯え具合に笑う。バリロッサはそろそろ慣れよう。めっちゃ人種族大好きじゃん魔王様。魔族の食事、そんなにあれなのか。ああ、うん。めっちゃキラキラしてら。もうこの二人結婚すれば人と魔族共存できるのに。バリロッサの反応が可愛すぎる。バリロッサちゃん、ステイステイ。いきなり政治色強い話になってきたな。人種族には人種族の都合が、魔族には魔族の都合がってことね。魔王様、めっちゃ正直だよな。血の気の多いもの、魔元が濃いもの多くいろいろ難しいのね。上級の魔族は魔相コントロールできる感じか。魔王と魔人が席を並べて飯食う世界。種族として相入れないのは辛いな。すごいなこのテーブル。魔王に魔獣に魔人までいるんだよな。何こっち見てやがる。リース武闘派だろお前。ゴサルはクールに去るぜ。どっちもどっちなんだよな。バリロッサさん、魔王の嫁に一歩近づいた気がする。これバリロッサとゴサルが結ばれたらワンチャン両種族では平ありそうだな。ピアノ調オープニング、ゼロツカニキを思い出して泣ける。差別アワー始まったな。差別のない世界なんてねえからな、幻想やぞ。イチャイチャしやがって。バックハグは日の邪魔キャラよくやるよね。フリオさ、こんなとこで追い始めるなよ。まあ慎重にならざるを得ない話よな。人間と魔族の関係はファンタジーものではお決まりの命題だよね。平和のために子作りしまくるしかないな。垂直の壁を登ってる。こいつらまだやってたのか。こいつらお笑い担当だよな。意外と体力あるなこの女。金髪勇者はともかく、この女すげえ。
便利なスコップがあるんだから壁に螺旋階段掘りながら脱出すればいいんじゃないですかね。ツーヤ、でかすぎる。パヨパヨがパヨパヨしてる。目の前にお尻があったら見る。ワイだってそうする。これがしたいがために別の穴を掘らなかったのなら英断だよ。女の尻に見とれて奈落へ落下。また金髪勇者の引きで終わった。落ち担当の金髪勇者。いい話だな。あからのデカ尻落下落ちは卑怯だろ。勇者でエンディングに雰囲気合わせに行ってて草。ほんと、キャスティングが十数年前なのよ。新井さんまで参戦してきてますます平成衆が。毎週毎週楽しいなこのアニメ。新井さとみキャラの天丼が昔のアニメ感あって安心する。さとみん自由すぎる演技だった。ますますゼロマっぽいキャスト陣になったな。バリロッサだけ仕事ないと思ったら騎士としてギルドの仕事ちゃんとこなしてたのか。ござる相手にビビるだけじゃなく言うべきことは言うなど、ちゃんと騎士道精神持ってるな。いい尻してるし胸もなかなかのものを持っておられる。言うことはビシッと言う。しかしも作れるし、魔王の妃として申し分ないな。魔王は思った以上に思慮深いな。どうにもならないことは分かっている上で可能な限り犠牲は出さないようにしていたわけか。ヒヤとござるどっちが強いの？過去の魔王はヒヤにやられているから多分ヒヤが強い。この世界最強らしいし、フリを除く。魔族側は弟が謀反を起こす流れか。それを収めてからフリオたちを仲介に魔王と第一王女が和睦するんだろうか。ツーヤはいろいろひどい目に遭ってるのになぜずっと勇者についていくのか。勇者は勇者でツーヤがめちゃくちゃ色気出して従者してるのに手を出さないのかよ。金髪は嫌いじゃないからミスターサタン的なポジションで活躍してほしい。レベル2チート第8話視聴させていただきました。今日はバリロッサのメイン回。前回一人だけニートじゃんみたいな感じだったんですが、ちゃんと仕事してたんだな。先週の予告カットでバリロッサと魔王の挙式みたいなのがあったんですが、まあ案の定夢落ちでございました。そんなバリロッサと魔王の親睦が深まったと思ったら、このアニメにあるまじき真面目なテーマで逆に距離がちょっと離れていった感があります。うわー急に真面目になるな。前種族の壁っていうのはファンタジーあるあるですよね。でもすでに目の前にリースとフリオというこれ以上ない前例があるからな。こういう問題もなんとかなりそうな気もする。魔素云々もフリオがまたチート的な能力身につけて一気に魔素がなくても生きていける魔族とかやりそう。しかし実際魔王はバリロッサをどう思ってるんでしょうかね。夢はあくまでバリロッサの妄想だし。てか別に好きとかも言われてないのにあんな夢見るって潜在意識的に気になってる証拠だよな。素直になれよ。そして新キャラもいろいろと出てきました。魔王の弟は魔王と違ってかなり好戦的な性格してますね。そんな弟の秘書的なことやってる H メガネことフリンってキャラが面白すぎた。魔王弟のリアクションにいちいちずっこけたりしてるの、なんか往年のコントを見てるような気持ちになりました。しかしここに来て荒井さとみさんまで引っ張り出してくるのか。マジでどうなってんだこのアニメ。結界を見ていたちっこい可愛らしい魔族さんはあんまり出番がないんですかね。この子が活躍する姿を見てみたい。そしてやっぱり今回もリースが超可愛かったです。めちゃめちゃのろけてくるのも可愛いし、二人きりの食事を邪魔されてしょぼーんしてるのも可愛かった。でもここでバリロッサに邪魔とか言わずに好意を無下にしないのがいいですよね。お菓子作りとかの様子とかも見てるとちゃんと仲良くなってるんだなってのを感じます。最後にはフリオの方からハグされて、ちょっとしんみりしたこのアニメらしくない終わり方でしたと思ったら、結局金髪勇者落ち。こいつはこの先どういうポジションになっていくんでしょうか。っていうかほんとこの付き人の女の人、こんな目にあってまでなんで勇者についていってんだろう。勇者という肩書きになんか思い入れでもあるんだろうか。ということで次回は第一王女がフリオ家に直々に来る模様。ちゃんと全裸土下座しろよな。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。